藤井聡太さん、伊藤匠さん、こんにちは。私たちは北九州市立市枝小学校の児童226人です。今日は対局の前に私たちの学校に来てくださいましてありがとうございます。将棋の世界で活躍されているお二人が私たちの学校に来てくれると聞いた時はとても嬉しかったです。今日の交流を通してお二人のことをもっと知ることができたら私たちは嬉しいです。また明日私たちの校区の中にある旧安川沿いで大切な対局があると聞いています。私たちの住んでいる町でとても大切な対局があることをとても嬉しく思います。私たちもこの市枝小学校からお二人を応援しています。頑張ってください。それでは今日は短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。児童代表6年1組長富博人、清水ひなた、もし将棋棋士になってなかったらどんな仕事に就いていたと思いますか。じゃあまず藤井竜王いかがでしょうか。はい、私も実は川上さんも同じく5歳の時に将棋を始めたんですけれども、子供の頃その将棋の他にあと電車鉄道もすごく好きでした。なのでその将棋をやっていなかったらその電車の運転士を目指していたかもしれないなというふうに、はい、思います。ありがとうございます。藤井さんの電車好きは非常に有名な話ですね。テレビでも言われてますね。はい、では次に伊藤七段いかがでしょうか。あ、はい、そうですね、自分も同じく5歳だった時に将棋を始めたんですけれども、やはり将棋のプロになるために小学生の頃から奨励会という、ところに入って、棋士を目指していたので、あまり他の職業というのも、今まで考えずに来たんですけれども、そうですね、でもやはり将棋を極めるということが、自分に合っていることかなと思うので、将棋をやっていなかったらまた何か別の道を極めるような、研究職というか、そういう感じだったのかなというふうに思っています。はい、将棋を始めたきっかけは何ですか。では藤井竜王いかがでしょうか。はい、先ほどもその5歳の頃に始めたということを言ったんですけど、最初は指したいとそもそもおばあちゃんと指したのがきっかけでした。最初はその駒の動かし方が矢印で書いてある将棋セットを使っていて、それでそうですね、を始めたんですけど、それすぐにその祖母に勝てるようになって、それで楽しくてどんどんハマっていったという、はい、感じです。ありがとうございます。前島さんは昨年12月から将棋を習い始めたんですね。続いて伊藤七段いかがでしょうか。そうですね、自分も5歳の時にクリスマスプレゼントとして、将棋盤と駒をサンタさんからいただいて、それで始めたんですけれども、そうですね、最初は、周り将棋の、遊び将棋も、教えてもらったんですけども、本将棋を、覚えて、それで、それが面白くて熱中していったという感じですね。今、子どもたちに大切にしてほしいことやメッセージなどがございましたら、ぜひお話しください。では、今度は伊藤七段からお願いいたします。本日は、市枝小学校さんに、お招きいただきましてありがとうございます。そうですね、今、
まあ、皆さんはこうなんか学校生活を、まあ、楽しんでいる方もいれば、まあ、そうでもないという方もまあいるかもしれないですけれども、そうですね、まあまあ、自分も小学校の頃は、まあ、学校、そうですね、まあ、こうあまりそこまで行きたくないなというような時期もあったかもしれないですけど、まあ、やはりこう、まあ、将棋というこう好きな道を見つけることで、まあ、こう日々、まあ、楽しむことができたと思っているので、まあ、皆さんもそうですね、何かこう好きなことを見つけて、まあ、こうそれに楽しんでもらえればというふうに思っています。本日はありがとうございます。ありがとうございました。それでは藤井竜王をお願いいたします。皆様改めましてこんにちは。本日はこうしてこう集まっていただいてありがとうございます。そうです、ちょっと本当に皆さんの前にすごく緊張しているんですけど、そうです、私が小学校の頃を振り返ると、そうです、5歳の頃に、まあ、将棋を始めて、やはりこうそれからずっと将棋がこう好きで、まあ、取り組んでいたというのは、まあ、小学校の頃だったんですけれども、まあ、それだけではなくて、そのお休み時間にはその友達とこう校庭に出て鬼ごっこして遊んだりとか、まあ、そういったこともしていました。ただそうです、当時その将棋というすごくこう好きなことに出会って、もうそれにこう一生懸命こう取り組んで、なんていうかそれがこう今にやっぱりつながっているのかなということは強く感じています。そうです、こうなんとか皆さんのその普段の学校生活であったり、あるいはそれ以外のことでも何かその興味があることというのを見つけたら、それを少しなんとか追求してみるという気持ちをなんとかこう大切にしてほしいかなというふうに思っています。お願いいたします。皆さん、大きな拍手でお見送りします。